どうも、ゴルフ界の友坂理恵子と、須藤ちゃんでございます。というわけで、今回は、期待の美人プロベスト3と銘打ってですね、ステップアップツアーを主戦場にしながらもですね、もしこの3人がレギュラーツアーに上がってきたら、女子プロゴルフ界はさらに盛り上がっていくだろうと目される3人をピックアップしました。さあ、第3位は渋沢リエル選手、群馬県太田市の出身。 え2000年生まれ、群馬県生まれではありますが、福岡の名門、沖学園を出ております。160センチ。2019年、プロテスト合格ですね。同期は山下美優なども、もうすごい顔ぶれ。プラチナ世代ですよね。えー、ニッシーの大ファンということでですね、かなり貢いでいると本人も笑っておりましたえ。小さい頃から陸上やっていて、もしプロゴルファーじゃなかったら、陸上の選手になっていてかもしれないというほどの身体能力の持ち主。 ペットは亀、名前はハンバーグ師匠ですよね。かなり独特のネーミングセンス持ち合わせております。そして渋沢リエル選手といえばですね、その名字からもわかる通り話題になりましたよね。新一万円札の顔、渋沢栄一氏のご子息であります。えー、すごいですよね。 プロになってですね、ご先祖様の顔をいっぱい集めたいですとおっしゃっていたとかいないとか、その発言、講師ともに非常に注目される選手でありますよね。さあ、それでは渋沢リエル選手のスイング、後方からウッドですね、これね、見ていきましょう。テイクバック、この位置で、フェイスの向きですね、フェイスの開き具合。 えー、フェイスが背骨と平行になっている非常に素晴らしいフェイス管理をしてくれそうな匂いがプンプンしております。で、グリップはインターロッキングですね。で、コッキングを早めに上げ、えー、入れていくというのが一つの特徴になっております。で、このトップですよ、かっこいいっすね。まず左手首の昇屈 そして拳の真裏にヘッドがある。この形を作りたいんですが、アマチュアはなかなかこうはいかない。ここまで粘点を深くしたらですね、大体のアマチュアはもうシャフトクロスしますよね。エスドちゃんもそうであります。非常にかっこいいですよね。で、こっからのダンシング。左手首の昇窟をそのままキープしていく。左手首をキープしたまま、 グーッとボールにオンプレーンでアタックしていきますでインサイドからアタックしていくんですがボールの寸前インパクト寸前ストレート軌道つまりフェード打ってるんですねこれストレートフェードですよねでこのインパクトの姿勢がイボミ選手に繰りソつ素晴らしいと思いますでストレートに抜いてってこれ上質なフェードですよね非常に力強いいわゆるパワーフェードまっす すぐ打ち出して、折り際に若干右に流れる球。えー、アマチュアが打ってる右ペラ、えー、力のないフェードとは全く違います。非常に素晴らしいフェードを打ちますよね、この選手はね、えー。ショットメーカーですが、得意クラブはパター。いやー、ぜひですね、レギュラーツアーに上がってきてほしい。さあ、それでは正面からも重心移動中心に、えー、見ていきましょう。えー、この選手ですね えドライバーっていうのもあるんですが、非常にこの右足重心で振っていく選手なんですね。えー、なのでドライバーはかなりアッパー軌道で、えー、振り抜いていきます、えー。トップでもちろん重心は右に移動しておりますね。で、ダウンで左に乗っていく選手が多いんですが、彼女の場合、結構右に残しながら打っていきます、えー、ままますす、ね、だだ右右ににあありりりねこれかなます。 で、フェイスターンは、フェイドヒッターなので、なるべく抑えながら、リストターンを抑えながら、ここのインパクトゾーンを迎えていく。この辺でも全然フェイスは返していきますが、こっからナチュラルに、しょうがなく返っていくって感じですね、フェイスはね。で、体重、重心は右足にまだあります。右足にまだある、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 この辺から、 この辺からやっと左に移っていくんですよ。で、フィニッシュにはもう完全に左に移っていると。この姿勢を取れるわけですね、これがかっこいいですよね。もうアマチュアなんとね、あの辺まで右足に重心残ったら、もうフィニッシュも右足に重心残っちゃいますもんね。さあ、そして第2位は橋添実ろ選手、山梨県甲府市の出身であります。山梨学院高校出身 非常に野球も強い、選抜も優勝しておりますよね。そして2021年プロテスト合格。岩井姉妹、佐久間朱里選手、そして李花選手と同期であります。皆さんこれ、ゴルフの上手いアイドルの特集ではないですからね。劣気としたプロゴルファーであります。あの大激戦のプロテストを5位通過。すごいですよね。そしてなんと2023年、ステップアップツアーでもう初勝利挙げております。 えー、そしてお父さんは、シニアプロの橋添順次プロですよね。しかも、美人4姉妹、そしてその4姉妹ともゴルフに携わっているというね、非常に素晴らしいゴルフ一家の生まれですよね。身長は154センチとあまり高くはありません。しかしですね、その正確なショットと、狂いのないショートゲーム、これですよね、アプローチ。 こういったものでパワーをどんどん拾っていってチャンスをあらばバーディーで突き刺すそんなプレースタイルですよねさあ橋添みのり選手のスイング後方から見てまいりましょうテイクバックを上げていってこのポジションですよね、えー、背骨とフェイスの向きが平行非常に素晴らしいフェイス管理してくれそうな匂いがなんか漂ってますよね、えー、そしてですね背のあんまり大き,く大きい選手ではないので フェイスがそんなにシャットになってません。しかし前傾角もそんなに深くないので、これはもう素晴らしいと思いますね。えー、そしてこのトップですよ。豪快極まりないトップ。えー、先ほども言ったように身長154センチしかないので、これだけ大きく振りかぶっていかないとなかなかクラブヘッドのスピードを上げてくることはできません。 えー、背の高い選手はですねショートトップで十分なんですがやはり150センチ台の選手はこういった大きいテイクバックそしてトップ作っていかないと、えー、飛距離という面ではねやはり劣ってしまいますよねで、ここからのダウン左サイドで猛烈にクラブを引っ張っていくんですよ、えー、左肩、左腰ですよねこれが高速回転してくることによって勝手にクラブがインサイドからアタックしていく。 そして、溜めは少ないタイプですよね。ための少ないワイドスイング。えー、松山英樹もこういったタイプですよね、えー。溜めが少ない代わりにですね、非常に低いとこからクラブヘッド、ボールに入っていきます。そして、低く抜けていくんですよね。非常にこれ、再現性が高い。そして、インパクトゾーンが長い、えー。素晴らしいスイングだと思いますね。まさにプロゴルファー。再現性と、えー これ距離感ですよね。これがね、非常にね、えー、出しやすい、そういったスイングになってると思いますね。そしてピタッとこのフィニッシュに収まっていくわけですよね。素晴らしいです。さあ、それでは橋添選手のスイング、正面からも見ていきましょう。ぐーっとこのテイクバックで右足にシンプルに乗せていきます。もちろん乗せすぎません。これが大事なポイントですね。右足に乗せると言っても10-0じゃありません。 6、4ぐらいですね。え、6が右足でございます。そしてこのトップですよね。この肩の入り方、えぐいっすよね。非常にこの体の柔らかさを感じます。え、バレエをやっていたというのも背景にあるのかもしれません。非常に体が柔らかい。このちょっとトップはね、おじさんゴルファーはもう一生作れないでしょう。来世でやります。こういったトップは来世で。で、こっからバンプを入れながら左足にグッ とこうね、重心移動していくんですよね。えー、左腰、バンプ入ってますね、これね。タイガー・ウッズと同じ動き。ぐわっと入りながら、で、ためは少なめ。溜めは少なめなんだけども、クラブヘッドが非常にシャローに入っていく。地面とね、ほんと地面を撫でるようにっていうんですかね。非常にインパクトゾーン長いですよね、これね。ぐわっと、こっからここまで全部インパクトゾーンですよ。 これは再現性の高いスイングですね。憧れますね。で、この辺にはもう完全に左足に乗っていきます。どっちかというと右足から左足なんですが、もうダンスイングで左に乗っけながら振り抜いていく選手ですね。タイガー打つと同じ重心移動の仕方ですよね。非常にクラシカルでオーソドックスな重心移動。で、フィニッシュが決まってますね。素晴らしいスイング さあ、そして第1位は上手桃子選手。兵庫県神戸市出身。ゴルフ界の北川慶子と勝手に僕は呼んでおります。滝川第二高校、座キオの後輩にあたりますね。2021年プロテスト合格。橋添選手とか桑木志保選手と同期でありますよね。皆さん、これは芸能人、タレント名鑑ではありません。劣気としたプロゴルファーの特集であります。 ええー、あの、苛烈を極めるプロテストをね、大激戦のプロテストをしっかりと合格してきた素晴らしいプロゴルファーであります。得意クラブはショートアイアンということでですね、この選手、上手選手ね、非常に切れ味の鋭いショットを打っていくんですよ。僕はもう昔から大注目しておりました。本当にこの人のスイングは独特なんですよ。で、フェイスの使い方、 フェースの開閉の仕方が非常に独特なのでこの後スイング解剖でねじっくりその辺も見ていきたいと思いますそしてお姉さんもですね、えー、学生時代非常に有名なゴルフ選手だったそうで、えー、たまに試合でゴルフバッグ担いでもらっているそうです、えー、天下無双の美人芝居そういった感じですよねさあ上手選手のスイング後方からアイアンですね見ていきましょう まずはいつもの、ここですよね。このポジションですよね。このポジションでフェイス、異変が起きております。<laughs> ガン開きであります。これ皆さんが思ってるよりもガン開きであります。まずね、ウィークグリップなんですよ、この選手。現在、絶滅危惧種と言われるウィークグリップの使い手であります。この選手は本当に珍しいスイングするので、 こっからもうね、異変が起きてますが、こっからさらなる異変がどんどん起きております。起きていきます。皆さんついてきてくださいよ。で、コッキング早めにバックスイングを上げていきます。右肘早めに曲げていきます。で、トップですよ。このトップ。えー、フェイスの向き見てください。後頭部向いてますよね。 今の選手というのは大体真上見てます。つまりシャットフェイスが主流であります。この選手、ガン開きであります。トップでフェイスガン開き。これもね、ウィークグリップで握っているので、もう意識しなくてもこの状態になるんですね。オープンフェイスに勝手になるんですよ。しかし現代のクラブでこんだけフェイス開いたら、もうインパクト、 までにフェイスを戻してくる動き、つまり閉じてくる動きが大変なので、なかなかそういった選手はいません。現代のクラブに合っていないんじゃないかというおじさんゴルフは多いんですが、僕はそうは思いません。やはりスイングはもうセンサー万別。好きなスイングで勝負したらいいと思います。非常にかっこいいです。もうね、絶滅危惧種ですよ。ほんとかっこいいですよ、この人のスイングは。 で、こっからのね、またダンスイングは激しいんですよ。見てください。左手の昇屈。激しい昇屈。左手首折れるんじゃないかっていうぐらいね、もう昇屈させていきます。この昇屈の動きでフェイス閉じていってます。昇屈というのは、これフェイスを閉じる動きなんですね。左手首見てください。これ、激しい昇屈。ここまでしないとフェイスは閉じていきません。これはね、<laughs> すすごいですよでこのポジションを見てください。もうほぼジョン・ラームです。これね、ジョン・ラームのトップなんですよ。この状態を作り上げていく女子選手、いや、男子選手もほぼいません。これ日本人ができない動きとされてますからね、この動き。ここでジョン・ラームのトップを作り上げるんですね。ダンスイングの途中で、ジョン・ラームのトップになるんですよ。 これはすごいことですからね。皆さん、思ってるより、須藤ちゃん、興奮しております。あいあい、須藤ちゃんただ美人だからって興奮してるだけだろうなんていうね。えー、激しゃげたおじさんゴルファーもいるかもしれませんが、それもありますが、この人のスイングはね、本当に稀有なスイングです。で、このジョン・ラームのトップからダウンスイングで、さらにリストターンを豪快に、 加えていって、フェイスターンを豪快にしていきます。荒烈なスイングですね。で、インサイドアウトにクラブを抜いていくんですよ。つまり、猛烈なドローヒッターだということがこの時点でわかりますね。かなり激しいドロー回転をボールに加えております。こんだけね、ボールを操っていく。えー、そういったゴルファーにはね、もう今、なかなかいません。男子でもいません。 いや、ほんとすごいっすよ、この人のスイングは。で、このハイフィニッシュですよね。いやーでね、ピタッとここでね、止まるんですよ、このフィニッシュで。これがもうほぼマキロイマキロイそのものめっちゃかっこいいさあ、それでは植手選手のスイング、今度は正面から見ていきますよ。 えー、まずはこの左足重心に構えておいて、この初動で右に移していきます。えー、数字で言うと2から3ぐらい、移していきます。で、ここでぐっとコッキング入れていって、右足優位なまま、えー、トップまでいきます。このトップがめちゃく、めっちゃくそかっこいいですね、えー。非常に素晴らしいトップ。 フェイスはこちらを向いておりますよね。つまり、ガン開きであります。で、ここからダウン。ぐわっと沈み込みながらダウンしていって、左足に乗せていって、バンプしていく。で、このポジションが素晴らしいですね。ほぼ右太ももに拳が来ている。で、ここからぐわっと左足に乗せながらインパクト。 いやかっこいいですね。で、フェイスローテーションがやっぱり苛烈ですよね。こんだけね、リストターンしていく選手というのは、ほぼほぼいませんからね、これを再現性高くやってのけるんですから、まあまさにショットメーカー、これは本当、ショットメーカーの中のショットメーカーですよ、非常にかっこいいですね。なんかもう、こういった独特のものを持ってる選手というのはね、本当 本当に今少なくなっているので、いやー、レギュラーツアーで見たいですね、このスイングを。非常に素晴らしい、マキロイフィニッシュですよ。いやー、かっこいいです。というわけでですね、3人のスター候補のスイング、じっくりと解説していきましたが、えー、何回も言いますが、芸能人タレント名鑑ではございません。 劣気としたプロゴルファーの特集でございます。過熱を極めるプロテストをしっかりと合格してきた3選手でございます。近い将来ですね、この3選手の有志レギュラーツアーでしっかりと見届けたいと思います。